キボッキさん。反射なんてとんでもない小心者のつるっぱげ、夜中に足つり死に目に遭い、朝方トイレに必ず行く、毎日毎日うざいポストをするパッキポッキです。はい、パッキポッキです。今日も一日お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今日は金曜日ということで、1週間長かったでしょうか。お疲れ様でございました。1週間終わっちゃいました。ドーンということなんですけど、いかがお過ごしでしょうか。今日のこちらの方面結構降ってますね。昨日からずーっと降ってるんですかね。はーい。朝もまだ水浸しって感じぐらい雨降ってますね。岡山の方の番記者の後ろさんの方もですね、今日は朝歌で雨降ってましてですね、この2日間はお休みなのかな、なんかまた野焼きというかね、なんかしてましたよね。吉野さんがいつ仕事をしてるかがようわからないっていうね。吉野さんは社長さんなんかな、なんかそんな感じなんかな、なんかそこら辺ちょっとよくわからないんですけどね。まあでもなんかの技術者なんかなとか思ったりですね、未だにまだ何の仕事をしてるかっていうのがね、定かでないっていうね。まあそれぐらいミステリアスな感じで、いいんじゃないでしょうか。はい。さて、どうでしょう、この雨の中というのもありまして、庭の自生している植物たちも雨ざらし、雑草たちも雨ざらしということで、今のうちに、水分取ってやるでみたいな感じで結構今成長してきてるみたいですが、梅雨入ってくるからですね、まだひどくなるでしょうからな。雨濡らさせすぎ、あと当たらせすぎるとちょっと良くないっていうのはね、まあ聞いたことあるんですが、まあでもそれもお構いなしに、みんな全部びしょびしょにさせてる状態ですね。はい。もう嫌っちゅうほどね、直射がまた来ますんでですね。はい。まあそこでどんな風に変わっていくのかなとかってね、思って、ね、今年の動向を見ております。さて、あとはどうでしょうか、なんかあるかい。はい、ということなんですけど、はい、またモンスター、もうずーっとモンスターですね。もう最近絵を描かずに、何をしなせずに、モンスターでなんかを作ってるっていう感じですね。はー、なんかね、ちょっともう止まらなくなってきてますよね。はー、この前の、ダイソーで買った、灰皿、なかなか、しっくりきてましたね。ああいう感じは結構好きです。はい、好きですというか、結構、なんか、作りやすい感じがしますね。はー、植物関係ねえじゃんって感じですけどね。そんな感じでございます。はい、じゃあこの続きはまた後で。バキコキさんのブラキ。はい、パキパキさんのぼやき続きですということで、なんかね、シークレットぼやきしようかとか言って、言ってたんですけど、全く全然そういう、予定なかったな。はい、すいません。そんな感じでございます。はい。植物のこと、なんか動きがありますかね、皆さん。はい。また静岡のね、アガベ園芸人ことグリーラックスさんですか。はい。アガベの小株を、DM で販売される。そんな高くなさそうな感じだったっすよ。はーい。なんか結構モニターさん募集とか言ってね、なんかされてたりしてたみたいですけど。ああいうのはなかなかね、皆さんすごく、普段はなかなかね、手が届かないとこでも結構手が届くような感じで、ええんじゃないでしょうかとかって思うんですけどですね。結構アガベ初心者なんですとかって言われる方いらっしゃいますね。なんかちょっと多肉をずっとやってたんですけど、アガベ初ですとかね、何々初ですとかね、いうのはこう耳に入ってきますけどですね。はい。さあどうなんでしょうか。はい。でもアガベは比較的育てやすいっていうのはよくわかる気がするんですけど、ただね、綺麗に育ってるのはやっぱ難しい。とりあえずね、育てるのは大丈夫かと思うんですけどね。結構強いですよね。はい。
ただ外に置いてある重要してるアガベたちは難しいと思います。なんでかというと、私が害虫駆除をしないからですね、ダンゴムシが凄まじいんですよ。はい、キャタピラーが、はい、いっぱい出てくるんです。はい、すっごいですよ。はい、もうつまんではポイ、つまんではポイって感じですよ。それぐらいいますね。はい、たまにムカデが出てくるみたいな、ギャーみたいなね、そんな感じなんですけどね。皆さんのお宅、ムカデ出てますかって。なんでやねんってこうやって言われそうですけどね。はい、まあそんな感じでございます。はい、明日土日、イベントあるのかな、もう来週やないかね。はい、積もり祭りですかね。はい、5月の末日やったと思うんですけど、はい、マサさん、マサ様ビーチさんですね、はい、たちが参加される積もり祭りっていうのはね、あるみたいなので、まあいい時期でありますよね。まあこの雨が降らなければね、まあすごくいいんでしょうけど、また秋田の方とかあっちの方、どうなんすかね。はい、ちょっとよくわからないんですけど、全然違いますもんね。ポストとかストーリー見てたらですね、はい、やっぱ日本でも全然違うんやなってやっぱ思いますもんね。はい、そんな感じがしております。はい、じゃあ、あと明日はもう土曜日ですね。はい、皆さんお休みということで、私は引き続きザマミロです。仕事頑張っていこうかと思っております。はい、じゃあ今日はこんな感じで終わろうと思います。お疲れ様です。テッケ20初めてのキス、セブンティーン初めての朝、少しずつため息を覚えたエイティーン。もし俺がヒーローだったら、悲しみを近づけやしないの。あいつのつぶやきにさえうなずけない心が寂しいだけ。みんな一緒に翼のここにあなたがいないのが寂しいのじゃなくて、ここにあなたがいないと思うことが寂しい。でも負けないこと、投げ出さないこと、逃げ出さないこと、信じ抜くこと、ダメになりそうな時、それが一番大事。